最後のバースデーリブオフショット公開。5月にグループを卒業することを発表した乃木坂46の山下美月が3月11日に自身のインスタグラムを更新し、埼玉スーパーアリーナで行われたウェルフスバースデーリブのオフショットを公開した。この日の投稿では、埼玉スーパーアリーナ4つ日間ありがとうございました。とコメントを添え、自身のショットを2枚とステージなどのショットを3枚披露した。ネット上では、最後のバスらお疲れ様。4日目間に行きました。グループの発展に貢献してくれてありがとう。笑顔の卒業公演になるといいね。これからも後輩とファンの希望の光でいてくださいなど様々なコメントが寄せられていた。山下といえば、4月23日にセカンド写真集、ヒロインを発売することを発表している。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。